今回は、上層部ってなんであんなに偉そうなの？に対する読者の反応を紹介していきます。隠してるだけで特級レベルの戦力がいたりするんだろうか。天元様の代弁者かなんかかと思ったら天元様はフレンドリーだしな。通過天元はフレンドリーすぎ、あなたの心優しさが沖縄任務失敗に繋がったようなものじゃないか。この優しさクライマックスニュータイプ。というか天元様じきじきに五条の封印解除の手助けしてくれてるのに、なんで上層部は天元の思惑を把握してないんですかね。自分たちには逆らえない、と思ってんじゃない？バカだから。一級以上はそれこそ5万といるんじゃね。特級でもメロンパンじゃない下等や乙骨ならなんとかなるよなと暴虐に長けてるのは強みだと思う。剣やぞ。上層部だから偉そうなんだぞ。根拠は上層部だからでいいんだ。現実でも偉そうな人はおるからね。乙骨や下等以上な火山もナオビトやナオヤクラスが組めば倒せそうだし、全貌が明かされてないだけで魔の巣窟だろう。カモや五条家もトップ3まではあれぐらい強いのかな。上層部に権威と力があってもまあ五条ならチリ殺できるレベルでしかないだろうね。五条なら現代まで生き延びてる連中だからじゃない？弱い奴は死ぬ世界だから、生き残ってるなら一級以上が多いんじゃなかろうか。でも平安時代に強い奴は宿儺に食われたり呪物になっていそう。恐竜絶滅後のホマルタグイみたいに空いたところを生き延びたのもいいんじゃない？強さと権威兼ね備えたのが御三家だろうな。海外にいるんじゃない？だとしたら五条に生意気な口叩けるのもわざわざ海外まで殺しに来ないだろうって思ってるのかもしれん。上層部がどんな戦力を抱えてるにしろ、五条悟に強く出られる精神力には割と感心する。この世に存在しないんじゃない？あの世から指令を出してるとか障子みたいなのは天外鏡とか。指揮系統の一番上が偉そうなのは間違ってない。人材発掘も育成もやらない。危機に備えての対応もろくにできないのに偉そうなのはクソ。実際こいつらの権力基盤が何なのかは気になるな。偉さは強さに比例する、なんて歪んだまっすぐさがあるのは全員家か少なくらいのもんでは？強いから偉いんじゃない、偉いから偉いんだろう。権威ってそういうもんだと思う。いや偉いのは強いからだよ。ただしそれは武力に限らない、財力や政治的なパイプかもしれない。例えとして不適切かもしれないけど、世界の王族や日本で言えば皇室の方々を偉い人だと認識するときに武力や財力や政治的パイプを介して認識しないと思うんだよ。レガリアってあるじゃん。あれも宝石がたくさんついてるからそれを持ってる人が偉いんじゃなくて、偉い人が持つために価値あるもので作ったものだと思う。もちろん王権は争いによって奪い合われたりもするんだけど、その争いもうまくやれなかったら正当性がないとみなされて支持を得られなかったり分裂したり、とかもあったわけで、日本で言えば南北朝時代と。それは権威と権力を混同している力を失っても権威と保つことはあるが、それは権力を握った者にとってその方が都合が良かったから実権はしっかり取り上げられてるよ。例えば保守派は呪術らしい術式を好み、そこから外れると排除しようとするだとか、奥義が兄の術式は歴史が浅いって下に見てる発言してたとか、そういうのも権威の文脈だよね。古くから存在するから、伝統的だから、ある意味で無条件に価値を認められるもの。自分はやっぱり上層部は武力、財力、政治的なパイプなどの実力行使ができるから偉そうにしてるんじゃなくて、権威があるから偉そうなんじゃないかと予想するよ。権力、実権はほら、黒幕疑惑と額に縫い目のあるお母さんがいるだろ？権威は権力の正当性を担保するもので権力そのものではないのよ。全員も戦闘部隊いっぱい持ってるでしょ。逆らった奴を呪詛師に認定にすれば、たとえ特級でも呪術界全体が敵に回り最後はすりつぶせるとか思っているんだろう。特級相手にここまで偉そうにできるんだから、上層部側や保守派にもお抱えの特級術師がいてもおかしくないとは思ってる。てか設定的にそれくらいの戦力保有してないとダメじゃないか。仮にも上層部なんだから、それ結局自分より強い特級に偉そうにしてるって状態が全く変わってなくない？お抱え特級がいるから偉そうにできるって理由だと、じゃあそのお抱え特級にはどうやって偉そうにしてるのってなる。それに呪詛師でなく呪術師である限りは五条ですら建前は組織のお抱えの部下には違いないので、まあ五条をワンパンできる程度のやつしかいないだろうな。強すぎない？そんなやついるならさっさと出てきて東京救えよ。これは権力に説得力が出る代わりに怠慢と言われても仕方がないですね。自分たちの既得権益が侵されないかどうかが最大の関心なイメージがある。嘆願猫のことだから上層部が弱いってことはないと思うが。
そもそも何の上層部なんだっけ高専。アイヌの呪術連みたいに日本呪術連とか名前のついてる別組織なの？呪術総監部という名前だけ出てるが実態は不明。乙骨ゼロ巻で一人だけ素顔出てたよね、なんか切れてるジジイ。日本政府がスポンサーってことでいいのかね。それなら旨味もあるだろうけど、正直この事態になったらスポンサーがブチ切れててもおかしくないし、こんなアホなことやってる暇もないと思うんだが。それともスポンサーごと死んでなんとかごまかし聞いてんのかね。それだともはや旨味もクソもないが。政府からのアプローチもだが、今の東京の生活の様子がどんな風なのかも気になる。インフラ完全に崩壊してるから、電気も使えないだろうし、冷蔵庫、洗濯機、照明もろもろ全部アウトだろ。しかし、書いてて思ったが、これって下等が望んでた世界でもあるんだな。呪術者以外が廃されて廃墟となった東京。俺も歴史的に上層部が政府と組んで呪術関係の事柄取り仕切ってて、それが権力の根拠なんだと思ってたんだけど、それだと東京ごと政府消滅してるのに何も影響ないっぽいのが謎すぎるのよな。基本的にこうした謎の組織の幹部ってのは理由もなしに偉そうな奴ばかりじゃわ。五老星のジジイともを見れば一目瞭然じゃろうが。中央46室とやこの派相談役、魔法律協会といいジャンプ老人幹部は無能で偉そうなのが多い役に有能なのっているのか？五老星は、どうだろう。そもそも五老星は出番が少ないからな。ハンター協会もジジイが強いだけで幹部は微妙か、若いけど黒の教団大元帥とかなかったことになって、総連金朝内院の上層部は主人公殺そうとしたけど聞き分けが良い部類かな。IGO 武闘派老人が多いが組織としてはガタガタボーダーは老人はいないし、流能科学王国は主人公が運営トップ、老害排除思想に反対、自分らが老害になることを危惧などいろいろ逆なパターン。相談役は無能じゃないだろ、戦うべき時にはちゃんと戦って、政治の場面では無難な提案をしているし、ムカつくのだよ。偉そうな奴と、偉くないのに偉い奴がいや、もう、むしろ好きだな。無能というよりも、基本物語ってイレギュラーばかりが起きるからな。組織ってどんなに有能でもでかければでかいほど、即応力は低くなるもんだし、平時なら、まとめ役としては有能なのかもしれないけど。あいつらはそれこそ偉そうにできる理由が明白じゃん。海軍が言うこと聞くからだよ。海軍が言いなりになってる理由は空白の100としからみっぽいし。権力を持ったら人間なんて大体あんな感じになるじゃろ。美の巨人ムカつくのだよ。偉そうな奴と偉くないのに偉い奴が、いやもうむしろ好きだな。領域展開しそう。上層部に全員決心いなかったのかな。これに関しては芥見先生がゼーレっぽいのを書きたいだけで、そんなに考えてないんじゃないかな。いずれハンタの十頭頭みたいにサクッと死ぬと思う。未成年のパチスロにケチつけたり頭が硬いんだよ。まっとうだよ。はかりの術式が判明した時は、かなり同情が集まってたよな。ニューテクを受け入れろ。領域展開が殺伐と、おそらく日本政府とか国家権力と結びついているのだろうけど、描写的にはブリーチの中央46室と変わりなさそうではある。上層部ってそんなものじゃないの。ゼーレとか中央なんたらとか、乙骨や下等以上の上語ってレスデンってなったけど、これかなり前のスレか。特級術師って4人いるって言ってたけど、下等死んだから新しい4人目がいたりするのかな。最近の ONEPIECE とか見てても、現実でもそうだけど戦力的、経済的な優位性があるのだろう。だから五条には強く出れないし、厄介に思ってた。